今日は朝ごはんにぴったりな韓国の屋台グルメワンパントーストを作ってみた。うまそう。はい、ワンパントーストご存知ですか？去年ぐらい、2021年ぐらいから流行ってて、はい、SNS を TikTok とかで、よく出回ってて、一応韓国発祥の屋台グルメと言われています、はい、2022年の年末、今更ながら作ってみた。はい、はい、作り方は簡単なんですけど、まあ、ちょっとコツが必要かもしれないという感じですよね。はい、もうほんと使うのはフライパンだけですね。はい、ね、バターたっぷり溶かして、ここに卵、これ2個ですね。はい、はい、2個分しっかりかけてください。で、流し込みます。はい、そしてパンですね。はい、トースト、トースト何でもいいと思うんですけど、はい、今回は厚めのダブルソフト、はい、ダブルソフトを使ってみました。これ一回、まず最初にちょっと染み込ませておいてもいいと思うんですけど、今回は一回こう一回つけてひっくり返して、こういう感じで並べておきます。はい、ここでパンが卵としっかり固まったら、こういう感じで一回こう取っちゃうとね、はい、こういうフライ返しとかで、はい、うまくいくので、はい、このフライパンがね、しっかり焦げないでこびりつかないフライパンを選ぶっていうのが一番重要です。で、今回はひっくり返してから、チーズをたっぷり、まあ、板のチーズでも全然いいと思います。なんかチェダーチーズとかがおすすめです。で、今回はチーズの上に僕たちの商品、ふっかけコンビーフを乗せてみました。はい、なくてもいいです。はい、はい、上を乗せたら 4辺のこのサイドの卵のひだひだを内側に折り込んでるんですよね。はい、そしたらもうここまで来たらもう、はい、もう失敗ないですね。もうできたも同然、もうできたも同然です。はい、ここまで来たらあとはパンの切り込みで入ったところで、はい、パタンと畳んでいただければ、はい、あ、もうこれできました。これでもう完成なんですか？これも完成です。朝とか便利ですよね、これね。そうですね、フライパンしか使わないんで、うん、ホットサンドメーカーとかもいらないんで、はい、すごいいいと思います。これめちゃくちゃうまかったですよね。はい、そうですね、どうでした？めちゃ美味しかったです。うまかったですよね。はい、よかったら朝の忙しい時間ちょっと試してみてください。はい、はい、これからもさんのために動画を上げていきますので、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押して別の動画もお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。